はい、それじゃ浜岡原発の前から演説を行います。電波状態が悪いんでね、風も強くて途中で切れたらね、すみません。はい、こんにちは、脱原発、何度でもね、やり直しますけど、ここではどうしてもね、きちんと皆さんに、メッセージを伝える、そういうことで、終わりたいですよね。まあ、浜岡原発、浜岡砂丘という砂の丘の上に立っている青い海と白い波、まあ、その上にですね、ぽっかりと突き出た砂の丘、その上に立っているのが浜岡原発なんですね。この原発に今高い防波堤が築き上げられています。今まであった海抜6メーター少しの防波堤から上に積み重ねてですね、さらに12メーターですか、防波堤を作ろうとしている。しかし元々が砂浜の上に立っている。この浜岡原発の問題はそもそも詳しい人から言うとですね、まあ、地震ではひとたまりもない。この浜岡原発を抱える浜岡砂丘そのものが崩壊するだろうというふうに言われております。まあ、まさに日本の原発政策のクレイジーさを表す、まあ、象徴する場所だと思いますけれどもね、まあ、その浜岡原発に、来て皆さんにですね、メッセージをお届けしたいと思います。マスコミは真実を報道しない。私たち国民が原発はいらない、脱原発だということでデモや集会を繰り返してきた。毎週10万人もの人が官邸を取り巻いている。そして官邸の周りだけではない、東京の周りだけではない、全国各地で原発はいらないというデモや集会が行われている。しかしマスコミが伝えるのは、今中国で尖閣諸島問題で中国各地で18カ所20何カ所ですか今日新聞見たけどちょっと忘れちゃったけど、中国の本土でデモがね、いろいろと行われている。しかし私たち国民がこの日本で原発いらない、脱原発だ、反原発、まあ、何でもいい、原発はいらない、そういう原発必要としない、即時全ての原発を廃炉にしろというデモや集会を行ってもマスコミはほとんどこれを報じない。やはりおかしいですよね。中国のあの尖閣諸島の問題、中国のデモの問題、中国が危険だということをですね、拡散するとオスプレイが沖縄そして日本に配備されることも後押しになる。まあマスコミはそう考えているんですよね。全く情けない、この国を滅ぼすのはマスコミだということがはっきりしてまいりました。私たちの脱原発活動は決して止まることがない。まあ、私も今電波が悪くてですね、何度も何度もやり直してますけれども、やはりね、国民に対して私たち国民自らが国民同士で庶民同士でこう情報を伝える、メッセージを送る、このことは非常に大事なんです。この浜岡に来てこのようにマイクを持つ、こういうことをするのはおそらく何人もいない。まあ、みんなデモや集会でこの周りでやるときはね、届けでもしてやるんでしょうけども、いきなり来て、先ほども静岡県警に止められましたけど、関係ない、国民の自由な行動を邪魔するんじゃないって、法律勉強してこいと言って追い返しましたけど、そういうことができるのは日本でもそんなにたくさんいない。まあバカさ加減で言ったら、それをバカだというなら私だけかもしれない。しかしですね、本当は我々国民の中で多くの人はこのように浜岡はいらない、原発はいらない、そして脱原発だ、すぐさま原発をやめて新しいエネルギーの開発に我々の税金を使えと言いたいはずなんです。
しかし多くの人はできない。仕事がある、子供さんの教育がある、養育がある、体が悪い、お金がない、警察が怖い、いろんな事情がある。だから私はその国民の皆さんの悔しさ、歯がゆさが分かる。だからあえて行動する。私も一人の国民としてこの国の大きな権力の前に敗れ、苦しみ、もがき、自分の無力さを恥じ、その無力感で心を病むように、体を痛めるように暮らしてきた非力な国民の一人だったんです。しかし私はいろんな事情があって、それはここでは細々申しませんが、戦わざるを得ない状況にまで追い詰められた。本当にコテンパンに国家というものに、マスコミに、この国の司法に、裁判所に、検察官に、裁判所に、検察に、警察に、私は苦しめられた。だから私はもう戦う以外にない。今太陽が照りつけて肌をじりじりと焦がすけれども、風が砂をこう、強い風が小さい砂粒を叩きつけてくるけれども、全然何とも思わない。この浜岡原発の前に立って皆さんにこうやってインターネットを通じてメッセージを送れる、私はそれが嬉しい。こういう時代が来た、このことが素晴らしいと思います。必ず今このバカな行いをしているけれども、あとほんの数年すればこの活動はなくなるんです。もう間違いないんです。私は確信をしています。私が行動するのは、いろんな事情で多くの国民の皆さんが私のように自由気ままに行動できない、その苦しさ、その辛さ、その歯がゆさ、それを感じるから私はやる。誰かがやらないといけない、そう思うんですね。私自身がそうだったから、私自身が痛みを背負ってきた。だから皆さんの背負っている痛みが分かる、言いたい気持ちが分かる、言わなきゃいけないことが分かる。だから私は行動に移している、ただそれだけなんです。マチカフェ TV 生中継というのは、国民の皆さんの、私たち庶民が、庶民同士がこういうことを思っていますよね、今これを言わなきゃいけないよねということを伝える、それがマチカフェ TV なんです。この浜岡の地に立って、砂丘の上に立って、その砂丘の上に作られた堤防の上に立って、やはり私がそう思い立ってバカだと言われながらも、自分でもバカだと思いながらも、女房にバカだけど勘弁してくれ、子供のことは頼むと言って高知を出て活動しているけれども、その思いに対していろんな私自身の心の中で葛藤あったけれども、今ここに立ってこうやって演説をしていてよかったと思う。先ほどから何度も何度も電波を切られるけど、妨害してんのかと、この野郎って、絶対俺は諦めないぞという気持ちでね、やっておりますけど、ようやく電波もつながるようになって、なんか太陽まで雲で隠れて、なんか雨がね、風で飛んできて涼しくなりましたけどね、なんかゆっくりと演説してくれみたいな感じでやりましょうかね。まあね、総括原価方式でこの原発のね、防波堤、これ非常に膨大なお金がかかる、高いお金をかけてね、この防波堤作るより、そして浜岡原発の再稼働とかなんとか言うより、あっさりと浜岡原発はやめますってやって廃炉にします、そして核燃料廃棄物は海から離れた安全なところにきちんと管理します、そしてこの辺りはですね、太陽光発電、洋上発電に使用しますと言えばいいですよね。今も非常に広い海が
風をね、強い風を受けて、なんかもったいないぐらい、風車がいくつかあるけど、もっともっとこの洋上にね、風力発電作って、そしてメガソーラーで、太陽光発電で、そういうエネルギーを作っていけばいいんじゃないですか、こんな防波堤作るよりも。そうすれば雇用も確保できるし、将来にわたってどん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 産業で飯を食っていくことができる。原発は気が狂っている。そして今またさらに原発を続けようという考えは単にバカなんです。頭悪すぎる。悪口でも汚い言葉でも何でもない。馬と鹿の区別がつかない。判断力がない。もうね、この国の行政は狂っています。もう原発は100年前の技術です。私自身が原子力工学というのを学生時代に勉強してきたけれども、その時に無理だと思った。あ、これはあまりにも無理なことを押し通そうとしているなと感じました。まあ、私は金銭的な家庭の都合で大学は3年で中退しましたけど、今思えばもうそこで打ち切ってよかったかなと思います。まあこれも運命だったんでしょう。もう100年前の技術である原発にしがみつく必要はない。新しい産業がある、新しいエネルギーがある。そこに軽やかに転換して、我々はそこで雇用を生み、そこでエネルギーを生み、そこで地域を発展させていけばいいんです。この浜岡原発、防波堤を積み重ねて安全になりましたから、じゃあ再稼働しますって言って再稼働して静岡に人が遊びに来ますか。皆さん、ここに来るまでもずっと茶畑が広がっている。この静岡のお茶を、あ、原発が再稼働して安全が確認されたからもっともっと静岡のお茶買いましょうって言いますか。この浜岡原発は安全であっても事故を起こさなくても静岡を滅ぼすんです。この東海地方を滅ぼすんです。日本の新しい未来の産業を滅ぼす。それが原発なんです。だから脱原発なんです。脱原発、もう争いも何も一切いらない。ただ単に前に歩いていけばいい、未来に進めばいいんです。そして我々がこのここにある砂丘と海と太陽と風とこういう自然と当たり前に付き合っていける、そういう社会をきちんと作ればそれだけでいいんです。それが脱原発なんです。当たり前に生きていきましょう。皆さん、日本はきれいな海がある、素晴らしい山がある、米も取れるし、野菜もお茶も取れる、魚も取れる。もうこういうことをですね、震災前からずっとずっと言い続けてきた。しかし残念ながら事故が起きた。この原発事故が起きてからまだきちんと方向転換ができない。この国の政府はその転換できない、その思考の少なさで、思考回路の少なさで切り替えできない。このことをもって大きく日本の国益を損なっています。日本の国益を考えたときに、私たち日本人は世界に対して原発事故を起こしてすいません、あんなに大きな原発が来るとは、原発の事故が起きるとは、地震や津波にやられるとは本当に思っていませんでした。しかし安全対策を怠っていたと言われても仕方がない。そして事故の後、放射性物質がどのように拡散されたか真実を伝えられなかった。それは原発政策を継続するという愚かな考えに基づいてなかなか切り替えができなかった。嘘をついてしまった。結果的に世界に対して申し訳ない、これからはきちんと原発はもう全てやめにして、新しいエネルギーの力で新しいエネルギーを開発する、新しいエネルギー産業を作る、その力で日本はやり直す。そしてそこで用いた技術や考え方、新しいライフスタイルを世界に提案して、まだまだこれからエネルギーを必要とする、そういう国の皆さんに、日本はこういうふうに
原発事故で痛い目に遭って反省をして今こういうふうにやっています。ですからあなたたちはもう私たちが犯した過ちを二度と犯さないように新しいエネルギーでやっていったらどうですか。そのためには日本は協力を惜しみませんよ。どうぞこれを使ってください。これが日本の国益だと思いませんか。皆さんこういうきちんとした道筋を立てていくから日本人は世界から尊敬される国になる。日本人というのは辛い目にあってもちゃんと反省をして立ち上がる素晴らしい民族だなというふうに評価される。そう思いませんか皆さんね。雨が叩きつけてまいりましたけど、まあ気持ちがいいぐらいですよね。ちょうどまあ iPhone もあまり濡れないように、ちょっと iPhone が濡れない、ちょっと待ってね。電波の梅雨はか雨かい、ちょっと待ってください。よいしょ。すいませんね、演説の途中でちょっと雨が叩きつけてまいりました。はい、継続します。なかなか、厳しい状況が続いておりますが、まあ、しかしカメラがね安全ならば私はどうということはありません。かえって涼しいぐらいです。雨が降ってまいりましたが、太陽はねまた差そうとしてますけども、まあ、そういうですね、私たち日本は原発から立ち上がる、これをバネにして日本の技術はこんなにも新しく生まれ変わって新しいエネルギーを作り出すんだということをね世界に広げる、その技術を持って、その信念を持って、その考え方と思って、その寛容さを持って私たち日本が世界に尊敬させる国、世界に尊敬される国ですね。そして私たち日本人が世界の人々からきちんと評価を受ける、そういう日本人にならなければいけない。今の日本の政府の原発推進政策は明らかに大きな日本の国益を失うことになる。私たちの子供の世代、若い世代に日本という国はバカだ、日本という国はこんなことをした嘘つきだ、日本人は正直だと思ってきたけど原発事故で本性が分かった、あいつらはダメだ、日本人っていうのは世界中で一番利己的な乱暴者のアメリカとくっつくだけの本当に利己的な民族だ、まあ、そういうふうに評価されかねない、まあ、そんなことにですねなってはいけない。ですから私はこの原発推進か脱原発か、ここはですね私たちのこれからの暮らし方、そして日本の世界に対する接し方、ここを左右する大きなポイントだと思うんです、脱原発。ただ一つの技術が終わって新しい技術が生まれる、その転換点ではない。私たち日本人が日本人というその民族の根本、民族の根本的評価を世界からどう受けるか、この転換点に立っている。もうこれ以上嘘をついて、さらに原発政策を進めていけば私たちは世界中から軽蔑される。日本人はバカだと、あんなにもの放射能を浴びて、あんなにも放射性物質が入った、世界中が輸入を禁じている農作物を食べてのほほんと暮らしている、マスコミに騙されているんだけれどもそれも気づかない、日本人ってのはバカだ、そういう評価を受けてこれから生きていくのか、これは大きな瀬戸際に立っています。今の日本人はバカだ、原発政策を転換できない、やはり日本人は嘘つきだ、原発の事故で本当のことを言わなかった、最後まで言わなかった、政府が嘘をついたら、まあ、それがいいやということで日本人は気の狂った原発政策を推し進める政府に乗っかった、そういう評価を受ければですね、私たちの
私たちの次の世代、若い世代が世界で働くときに、世界で交流するときに、交流するときに大きなマイナスのアドバンテージを負ってしまう。私たちの次の世代が世界で自由に働けない、旅行できない、オスプレイの問題と同じですよね。アメリカは今中東諸国で旅行もできない、アメリカ人は旅行もできない、反米デモが起きている、中国では反日デモが起きている。それはアメリカの力を借りて、米軍の力を借りて、虎の意を借る狐、その狐になって強硬的な、あの石原慎太郎さんのような強硬的な姿勢を出すと、それは大きなしっぺ返しを食う。やはり誠実にきちんとものを言うときには、誠実に話し合いでもって相手が分かるように物事を伝えていく限りでは大きな物事は起きていかない。この原発の事故の後の処理もそうです。やはり理路整然と、先ほど言ったように新しいエネルギーで産業を起こしていけば、将来の次世代の産業を作ることができる。もう終わっている、終わりが見えている原発産業に、それを食い潰すまでやり尽くしても、今切り替えなければ世界から極めて厳しい評価を受ける。そうなった場合には、原発の政策が総合的に見てプラスマイナスがどうこうというものではない。日本が国として、日本人民族として世界から厳しい評価を受けることになる。だから今この原発、この政策というのは、きちんと脱原発に向かわなければいけない。世界に対して日本は脱原発なんだ、もう二度と間違いを起こさない、反省のできる国なんだ、反省のできる民族なんだ、日本人というのは賢いんだ、正直なんだということをですね、世界にメッセージを送らなければいけない。この国から国に対する、国から諸外国に対するメッセージというのは非常に大事なんです。もう目先の利益では収まりがつかない。今原発の政策でもう最後のチャンスだ。今原発の事故が起きて混乱を招いた、1年半経った。それはまあ諸外国もあんだけ津波にあって原発の事故が拡散して迷っただろうし、しかも地震のある日本にあんなに原発作っちゃって、政府も転換点が見つからなかった、それは混乱しただろう、大変だろうと、まあギリギリなんとか同情を寄せてくれるかもしれない。しかしこれから先また騙し続けるようなことがあったら、またこんな堤防を積み重ねて、そのお金を公共料金で、電気料金で、総括原価方式で国民を騙して原発政策を続けたならば、世界からああもうダメだ、日本という国は終わったと評価されるんです。そのことが一番将来的に、総合的に、何十年、百年のスパンで何十年の計画性を持ってみれば、今原発をやめて雇用が減る、お金がどうの、コストがどうの、そんなことは全く問題のならない計算になる。原発の立地で自治体が錆びれるとか、原発がなくなったら雇用が減るとか、そんなことは関係ない、一切。